青コーナーより選手入場。さあ、ヒーズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。赤コーナーより田中雅人入場。さあ、不死身のタフガイでありますこの男、弾丸戦士田中雅人が入場してまいります。田中、頑張れ。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。田中、青コーナーオリジナル、頑張れ、レスラー、頑張れ頑張れ。田中さん、赤コーナー183センチ、108キロ、田中マサ。レフリー阿部慎介。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああ、そうですか。カウンターで返します。ドロップキックを見舞ってまいります。腕をフックします。強烈に打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。逆に投げてまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ。エルボーを入れていきます。ドロップキック、エルボーロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。チョップがうなってまいります。組み合います。巻き投げで切り返します。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。いけるか。組み合った。逆に返した。ガチッと組み合った。デンジャラスエリアから投げを見舞った。ゼロワンの中でも屈指の当たりの強さを誇りますこの田中雅人。この男と対戦した外国人選手たちが一様に脅威を訴える。田中ジャマンの弾丸エルボーが今日も炸裂するのでありましょうか。完全燃焼という言葉はこの田中雅人のためにある。これは強烈ですね。そうですね、気合を入れた。リングに戻ります。ガチッと組み合った。あっと、ボムに持っていった。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。
あっと逆に蹴っていった。強烈に締め上げる。抜くのか、投げっぱなし、パワーバーム、抱き起こす、組み合った、そのままボムで叩きつけた。3つが入りません。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。キック、フロントキック、これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。ハンマーを振りかざす、いけるか。コーナーに振った。あっとスイングしたら DDT。 バックに回った、火の玉ボムで落としていった。うわ、危ない。カウント2であります。強烈逆肩エビ固め、ロープに逃れました。小股に挟んだ、リバースで返した、返した返した、返しました。頭を掴んでピンポイント、膝、トップロープを奪う。首根っこを掴んだ、エルボー速射砲、コーナーに登って、トップロープからのエルボー、立たせていく、腕をフックした、リング上の殺虫剤 DDT、 肉体を躍動させる、起こした、ラリアット投げ倒し、引き起こす、ガードした、ラリアットギロチンドロップ、強烈、ガチッと組み合った、対角線に飛ばした、10分経過、ダイヤモンドダストが強烈に決まった。これで決まったか。ここでロープブレイク、いけるか。させません。掴んだ、エルボーを入れていく、蹴っていった、エルボー強烈、エルボーを打ち込む、首根っこを掴んだ、エルボーの連打、組み合った、あっ逆にパンチ、蹴り上げていく、ラリアット強烈、あっと逆に返した、放っていくのか、スーパーファー、締めた、抱え上げて BT ボムで落としていった。カウント 2.99、 イヤホー、あっとエルボー、スピン、エルボー